こんにちは、皆さん。中山茂樹です。今日もご視聴いただきありがとうございます。ちょっと疲れ果てて今寝て起きたところなんですけど、ちょっと最近の思ったことを喋っていきたいなと思います。最近ですね、ちょっと外食を控えてるんですよ。外食を控えてる理由は、新型コロナウイルスのことがやっぱり気になるっていうことがあります。新型コロナウイルスにかかってしまって、日本人で感染したっていうことで、もしこうね、名前とか出たりニュースに出たりするとそれはそれで嫌なので、まず感染したくないってのもあるし、外国に住む日本人としてそれは避けたいということもあって、なるべく人が多いところには行かない、あとは外食をしない、ほとんどしないというか、週1回2回はしますけど、基本的にずっと家で、ただそうしてくると家の自炊をするのって結構準備、買い物とか準備とか、結構ね時間を取られるわけなんですよ。でそれが結構大変だなってのはあって、ちょっと疲れてますね。やっぱ外食って楽だなって、片付けもしなくていいし、いやー、なんか皆さん気をつけましょうね。でも台湾に住んでる日本人の方も多いと思うので、皆さん気をつけていきましょう。それでは。